皆さんこんにちはメディアウォッチャーの加速と申します松本人志さんの週刊文春報道の問題についてフジテレビの生放送ワイドなショーがですね言及する改挙さらにはですねそこでコメントした指原里乃さんのコメントが素晴らしいということで話題になっています、えー、この問題、えー、このニュースを、えー、解説をしていきたいと思います えーまあ、ワイドナショーという番組ですけれども、えーまあ、フジテレビもゴリゴリに松本人志さんを使っていてしかもこのワイドナショーの後に松本人志さんの番組があるわけですところがこのワイドナショー年末になんか今年のニュース振り返りますよみたいな生放送なのに今話題になっているこの松本人志さんの話を 取り上げないのはやっぱ不自然ですよね。まあもし取り上げなかったらまあ相当いろんな視聴者やネットで叩かれていたことでしょう。それを先回りしてですね、えー、まあこういう問題が起きてますよねっていうことを 取り上げるという、これは結構快挙だと思うんですよね。今までだったらもう絶対にそんなの無視っていうかもう一言も言うなみたいな感じになるわけですよ。まあそれを、えー、そういうことを言うと今の時代は逆効果だっていうことが、えー、認識されるようになり、まあきちんと冒頭で取り上げるというのは非常に素晴らしいなということです。まあただですね、皆さんですね、当たり障りのないなんかこう、 どちらの言い分が分かりませんねって、そんなの当たり前じゃないですかみたいな話なんですけど、今コメントできることはないですねみたいな、それはそうじゃないですかみたいなことしか言えな言えてないんですけど、そんな中、指原理乃さんのコメントが素晴らしいということなんですよね。で、何が素晴らしいのか、やっぱこの2点ですよね。まず、その事実がどうであれ、そのそ、のついていった女性が悪いとか、 その8年も前のことを今更とか言っているやつらはセカンドレイプだと言っていて要はそういうことを言うのが要は犯罪を助長してさらに被害者を苦しめてるんだとそういうことがそもそもおかしくないですかという非常にまともで、えーね、素晴らしい指摘をしたということでやっぱなんか 思ってしまうのはやっぱりこういう問題が起きた時の男性と女性の違いってやっぱり露骨に出ますよねなんかこんな問題今更さら取り上げんなとか警察に行けとかなんかなんで週刊誌に垂れ込むんだとかねなんかついていったやつが悪いっていうのはもうほとんど男性ですよね。でやっぱり女性があの 女性側の、その要は被害者側の視点に立った発言って、やっぱりなかなか出てこないんですけれども、こういうことをですね、堂々とテレビで言えるっていうのは、本当に素晴らしいことで、ああネット上で、そのついていった女性が悪いとか、8年も前のことだからとかって言ってるやつらは、対外性犯罪者ですから、だからね、そういうことを叩くわけですよ。 ね、あの、必死にですね、週刊文集を叩いている人たち、あの、有名インフルエンサーとかいますけれども、そういう人たちって自分たちが不都合なことをやってるから、週刊誌に嗅ぎ回れたくないから必死に叩いてるんじゃないですかっていうことだと思うんですよね。で、これって、まあ、そのジャニーズの問題だってそうじゃないですか、ジャニーズの問題だってもう、 何十年も前のこともあるわけですよ。でも、それによって、もう本当に一生の苦しみを負ったり、もうずっとね、精神的におかしくなっちゃったりとか、何年もね、その精神の不調が続いたりとか、トラウマになっちゃったりする人だっているわけで、それを、いや、何年も前のことだからとか、えー、ね、なんか、そっちが悪いとかっていうのは、やっぱりおかしな話で。 加害者側が全面的に悪いですよねっていうところは変わらないっていうのはジャニーズ問題と一緒なのかなと、まあ、もちろんその未成年か未成年じゃないのかという問題はもちろんありますけれども、えー、まあ現状ではどっちが何を言っているのか、どっちが正しいのか分かりませんけれども、でもネット上で言ってることに対して、こういうことを言ってるやつらが悪い、こういうことを言ってるやつが、要は犯罪を助長させているっていうのは、まさに指原さんの言う通りなんじゃないかなというふうに思います。 と、えー、ということで、まあ、ワイドナーショーがですね生放送でこの問題を取り上げる、言及するっていうのは本当に時代が変わったなと、えー、今までだったらもう絶対にそんなこと言うな、生放送でみたいな圧力がかかる時代だったわけですけれども、えーまあ、権力者の不都合なあこともですね少しだけでも、まあ、少しだけでしたけれども、でもそれでも取り上げるようになったっていうことは、えー、メディアも少しは進歩してるんじゃないかなというふうには思います。